で、今日はですね、翼賛体制の構築に抗する言論人、報道人、表現者の声明という記者会見です。1月の、下旬ですね、いろいろ人質事件が起きて大変な状況になったんですけど、結果として、お二人の法人がああいう惨殺をされて大変悲しいというか残念な結果に終わったわけですが、その間ですね、政府に対して批判的な言辞をしたり異議をこう呈するということがはばかれる空気が非常に広まったというふうに私は考えました。で、特にですね、私はそれ間違ってるとは今ここで断言しませんけれども、共産党議員の池内沙織さんがツイッターで言語道断、言語道断と潰れたテープレコーダーのようにというツイートをしたときに、C さんが、共産党の委員長が、それは今このご時世控えた方がいいんじゃないかというふうに助言をされて、池内さんが削除されました。池内さんは何も命令されてやったんじゃなくて、自分がそう考えたから削除されたというふうに言ってらっしゃいますが、その時に私は C さんの言ってることは絶対間違ってるとは言いませんけども、共産党までもがそんなことを言うようなことになってしまったかと、随分私の感性とは違うなと思いました。どんな時勢であってもですね、権力に対する批判というのははばかってはいけないし控えてはいけないというふうに私は思ってたもんですから、びっくりしたわけですね。で、ニューヨーク在住の曽田和弘監督とですね、それからここに座ってらっしゃる古賀茂明さんと、毎日のようにそのことでやり取りをして、ひょっとしたら他にもそんなふうに危惧を覚えている人がいるかもしれないから、一回みんなに声をかけてみようかと。で、そのためには声明文を作らないといけないからということで、声明文を27日ぐらいから作り始めて、後藤さんがどうなるかわからなかったから、後藤さんがどうなるかを見届けてから声明文をアップしようということで、2月1日の日に、声明文をネット上にアップしました。アップした翌日にですね、その声明文を見に訪れてくれた、つまりアクセスしに来た人が2万380人というか380件の人で、翌日も1万5000を超えてですね、アクセスありました。で、あっという間にですね、こう広がって、後で名前を紹介しますけども、私たちが普段お付き合いのない著名な方々、例えば作家の中澤圭さんとか、それから平野啓一郎さんですね、もう全然お付き合いがないんですけど、そういう方々もですね、よくありますよね、こういう運動をしてたらいつも同じ人が名前を連ねて、そうじゃなくって本当新鮮な方々が名前を連ねてくださって、今日に至っているという次第です。で、それでは声明文、これ今日確定した声明文ですから、それをちょっと読ませていただきます。声明文、私たちはアイスラエルと称する組織集団に卑劣極まりない邦人人質惨殺事件を強く非難し、抗議するものである。またこの憎しみと暴力の連鎖の帰結として起きた事件がさらなる憎しみや暴力の引き金となることを恐れている。同時に事件発生以来、現政権の施策行動を批判することを自粛する空気が国会議員、マスメディアから日本社会までをも支配しつつあることに重大な危惧を覚えざるを得ない。人命尊重を第一に考えるなら、政権の足を引っ張るような行為はしてはならない。今政権を批判すればテロリストを利するだけ。このような非常時には国民一丸となって政権を支えるべき。そのような理屈で政権批判を非難する声も聞こえる。だがこうした理屈には重大な問題が潜んでいる。まず実際の日本政府の行動や施策が必ずしも人質の解放に寄与するものとは限らず、人質の命を危うくすることすらあり得るということだ。であるならば政府の行動や施策は主権者や国会議員、各国立法府やマスメディアによって常に監視、精査、検証され、批判されるべきことがあれば批判されるのは当然のことであろう。また非常時であることを理由に政権批判を自粛すべきだという理由を認めてしまうなら、原発事故や大震災などを含むあらゆる非常時に政権批判をすることができなくなってしまう。例えば日本が他国と交戦状態に入った時などにも、今政権を批判すれば敵を利するだけ、非常時には国民一丸となって政権を支えるべきという理由を認めざるを得なくなり、結果的に翼賛体制の構築に寄与することになるだろう。
しかしそうなってしまっては他国を侵略し日本を焼け野原にした戦時体制と全く同じではないか。70数年前もこうして物言えぬ空気が作られ私たちの国は破滅へ向かったのではなかったか。実際テレビで政権批判をすると発言者や局に対してネットなどを通じて糾弾の動きが起こり現場の人々に圧力がかかっている。問題なのは政権批判を自粛ないし非難する人々に自らがすでに翼賛体制の一部になりつつあるとの自覚が薄いように見えることである。彼らは自らの行動を常識的で大人の対応だと信じているようだが本当にそうであろうか。私たちは今こそ想像力を働かせ歴史を振り返り過去と未来に照らし合わせて自らの検証をし直す必要があるのではないだろうか。日本国憲法第21条には次のように記されている。集会、結社及び言論、出版、その他一切の表現の自由はこれを保障する。日本国憲法第12条には次のようにも記されている。この憲法が国民に保障する自由及び権利は国民の不断の努力によってこれを保持しなければならない。私たちはこの日本国憲法の精神を支持し尊重する。この精神は非常時であるときにこそ手厚く守られ尊重されなければならないと考えている。なぜなら非常時にこそ問題の解決のためにはさまざまな発想や見方、考え方が必要とされるからである。私たち言論・表現活動に携わる者は政権批判の自粛という悪しき流れに身を委ねずこの流れをせき止めようと考える。誰がどの党が政権を担おうと自身の良心にのみ従い批判すべきだと感じ考えることがあれば今後も臆さずに書き話し描くことを宣言する。2015年2月9日以上です。ホームページから皆さん入ってもらったら分かりますけれどもフォーマットがあって、私は言論人、報道人、表現者としてこの声明に名を連ねますっていうところから入っていくのと私はそういう言論人、表現者じゃないけどもこの動きを支持して応援しますというふうに別の入り口になっています。でその別の入り口にしたのが40時間ぐらい前なんですけどもそれからはだいたい8-2になってます、応援するが8そして名を連ねるが2割になってます。で、まあ、そういう意味で言ったらですねまあいい感じになってるかと思ってます。で支持し応援するが今だいたい1500人ぐらいです。で実際に名を連ねるという方が1200人ぐらいおられます。でちょっと簡単にどういう人がいるかを皆さんこのもう一枚の方のこの 4,5 枚に重ねてあるホチキスの方を見ていただけたらいいんですけども、まず一番最初相田和弘さん今日出席してませんけどもニューヨーク在住の映画監督です、それから間もなくこっちに来ると思いますけど宮台真司さんで小林節さん小賀茂明さん岩上康美さん今日ちょっと、岩上さん体調壊されて来られてませんでマット天野さんで田中隆作さんそこにおられます。そういう方々で2行目見てもらったらですね映画監督の是枝さんそして父になるの監督です。それから、島田進先生は有名な宗教学者ですね。それから内田達さんその下を見てください、映画監督の原和夫それから役者として有名ですけど古舘寛治さんその横には森達也さんの名前があってその下には、去年おととしかキネマ旬報第1位取った家族の国のヤンヨンヒの名前もあります、まあ、皆さんこうやって見てもらったらですね私が著名な表現活動をされている方と認識してないだけで実は国際的に有名な方も中にはいるようです。何人か私指摘されました。で次ページを開けてもらったらその2段目のとこちょっと改良してますけど真ん中のちょっと下吉田照美さんもうご存知のようにラジオパーソナリティですね。それから平田織田さん、この方 もう世界的に有名なフランスなんかでも進出して演出されている方です。劇団青年団 の主催をされています。でその隣小林翔太郎はですね、今公開中の、1週間前に公開されたマエストロという映画の監督です。西田敏行さんと松坂桃李さんがやってます。主演が松坂さんで平川克美さんで今この一番横の右に雨宮かりんさんの名前もあります。それからもう一枚めくっていただいたら今度そのところには
また開業された後に一嫁深田さん、二戸口さん、木野さん、渡井さんはこの間その人質事件が起きた時にテレビなんかでよく出てらっしゃる方ですね、ビデオジャーナリストです。それからずっとまたページをめくっていただいたら、下の方、ごめんなさい、ページをめくっていただいたら3行目、坂本龍一さんの名前があります。坂本龍一さんは3日前に名前を連ねるということを表明されました。でその横は、作家の平野啓一郎さんです。それから野中智代さん、元三洋電機の会長です。野中智代さん、そういう方がおられます。でその下、またちょっと開業して上の方見てもらったら山口和臣さん、この方は元週刊朝日の編集長です。それから渡辺倫太さんは有名な監督ですよね。で岩崎さんは放送リポートの編集長で、またページをめくってください、そしたら、また3段目、石田岳さん、森永拓郎さん、福岡正幸さん、しばれさんと、まあ、おなじみの名前が並んでいます。でもう一回今度ページをめくっていただいて3行目、おいしん坊の原作者の狩谷哲さん、それからこの方はすいません、これ長谷清舟さんとお呼びしていいんですか、ですよね、人気作家です。それからテレビのコメンテーター、今日も朝出てました青木治さん、それから、萩原博子さん、皆さんご存知経済評論家ですよね。その右隣が上野千鶴子さん、孫崎ウケルさん、前泊さんは沖縄の大学の教授です。で中澤圭さんでこうずっと並んで、でまあ以下ちょっと省略をさせていただきます。で一人だけちょっと紹介したいのは、今日中澤圭さんと私電話でやり取りしました。なぜかというと中澤さんとか橋さんというのは普段こういうところにですね、ことが原発であれ何であれ普段名前を連ねられない人なんですよね。そういうまあスタンスで生きてらっしゃる人なんです。だからもしかしたらなりすましの可能性もあると思って、中澤圭さんや橋さんにはですね、私の方からメールを返しまして、本人であるかどうかを確認したいので電話をくださいというふうに言ったら、今日中澤圭さんからお電話をいただきまして、私は本人ですと。で今までもしかしたら、私はこういうの一切名前を載せてないとはちょっと断言できないと、もしかしたらお付き合いでちょっとどっかに名前を載せることを許可したのがあるかもしれないけども、積極的に強い意志を持って名前を連ねたのが今回が初めてですと。でこういうのは私の趣味ではなか、名前を連ねるのはまあ私の本意ではなかったんだけども、もう無理だと、我慢ができないと。ここで言論人が、自分は小説家だけども言論人が本当にスクラムを組まないとこの国はもう本当手遅れになっちゃうというような話をですね、相当長い時間私にしてくださいました。で中澤さんがそのことを、今日私は法政大学で今日は仕事があるので、講義があるのでこの時間行けないけども、皆さんに伝えてほしいということでした。それから最後にですね、ちょっと嬉しかったのは、 NHK の現職の、ディレクターとプロデューサーが名前を連ねてくれました。で、その方たちもですね、なりすましであったら大変なことになるので、私今日お二人とその NHK のプロデューサー、それからディレクターと直接電話で話をしました。そして本当に、名前を出していいのかと、もう一回考えてほしいというふうに言ったら、しばらく考えられて、名前を出してもいいというふうに言ってくださいました、もうすでにアップしてます。それでただしこの席上でその人はこういう人なんだと、名前を言うのはやめてほしいと。でそれは理由があってですね、目立ちすぎて、ここでそういうことを言うと一斉に攻撃を受ける可能性があると。そうすると今自分が手掛けている番組の出演者その他に、多大な迷惑がかかる可能性があるから、それはしないというふうに言われました。それでただその方々の名前はもうすでにアップしているということはここで言っておきます。でまずそのプロデューサーの方がですね、登録どこで見られたのか知らないけど、とにかく登録をしてこられたんです、フォーマットを使って。でそのプロデューサーの方のですね、メッセージをちょっと読ませていただきます、
非常に短いメッセージなんですけども、ちょっと待ってください。メッセージ、これはテレビプロデューサーという肩書きで、黙っていることはもはや同意とみなされかけかねないので、危険な世の中になってしまったと危惧しますという短いコメントで、もう一人は現職の NHK のディレクターの方です。でこの人はちょっと長めに書かれています。ちょっとそれも読み上げます。メッセージ、後藤健二さん、湯川春奈さん、本当に残念でした。日本という国がいかに個人を守らない国であるかがよく分かった出来事でした。のみならず、このことを利用し、戦争のできる国にしようとしています。大変危険な局面に来ていると思います。間違った道をこの国が選択することのないよう、個人としては微力であっても口を閉ざすことなく、言い続けていく必要があると思います。この声明に賛同しますというふうに言ってくれました。で会社に所属している人はこの NHK のお二人だけじゃなくて、実はですね他 の, あのメディアの方も、例えば神奈川新聞では多分3人か4人の方がもうすでに、名を連ねてくださってますし、それから大手の出版、大手の新聞の方もですね名を連ねてくださってます。でまだまだ数は少ないですけども、こういう動きが広がっていけばいいなというふうに思っています。まあ、とりあえずそういうことで私の方からこれまでの経緯を説明させていただきました。そしたらお約束通り、まず天野さんから順番にですね、お一人3分ずつぐらいお話をしていただきます。マトさんについてはもう皆さんご存知だと思いますけど、世界的に有名なギガの方です。それでこの前フランスでああいう事件が起きましたけどもですね、マトさんもですね、ここにおられる年配の方皆さんご存知だと思うんですけど、まあ、どんなものを書いてらっしゃるか、ちょっとマトさん最初に見せていただいていいですか。ちょっとあるで、例えば、まあ、こういう感じですよね。これ安倍さんですけども、なんかお手元にマドさん の, そう、これが一番新しいやつです。こういう感じです。じゃあ、マドさんの方から。はい、じゃあ、マドさんお願いします。また天野と申します。よろしくお願いいたします。私、ほぼ10年前に自民党から通告書というものをいただいたもので、なかなかジャーナリストだとか評論家の方々、通告書をもらうっていうのはあまりそうはたくさん体験がないと思うんですよね。で私は幸か不幸か10年ちょっと前、2004年の参議院選の時に、自民党のポスターを選挙ポスターを、茶化したんです。そうしましたら当時安倍幹事長の名前で、で顧問弁護士と連名でですね、内容証明書付きの、通告書っていうのが今日こう持ちにしました。この A4 2枚ですね。ちゃんと朱印がついてますから本物です。名誉毀損だって言うんですよ。何をお主考えてんだと、2日以内に答えろ、もう恫喝ですね。で私はこういう人間ですから、安倍さんにこちらから通告書っていうのを書いて、お前さん何考えてんだと、私は正しく添削して差し上げたんだ。でこの作品がこれです。最初の向こう の, ポスターはこの国を思い、この国を作る、これ本物ですよ、向こうので。小泉さんの達筆かどうか自慢らしくて、自分の毛筆をポスターにしてるんですね。でこれを私は米国を思い、この属国を作ると、こういうふうに間違いを訂正して差し上げたわけですね。そしたらいちいちこのおかしな、茶化すというか、手を入れたことに対してどうお考えになるのか。で先ほど申し上げたように2日以内に答えろって、ずいぶん高圧的ですよね。で私がさっき言ったように通告書を送り、こちらからも突きつけたら、その7月いっぱい選挙が始まっちゃったら何も言ってこないんですよ。散々顧問弁護士まで連名でね、
大げさな通告書をやっておきながら、こちらからの通告書にもお答えいただけないまま、そのまま今日に至ると10年経ちました。で、今日子どもにぜひ言いたいのは、当時こういう本を私作りました。リコール小泉ドン一郎という名前で、これは全編小泉純一郎の茶菓子の作品で渦まってます。で、これを首相官邸に私送り届けましたら、封も切らずに突っ返してきましたね。当時の首相官邸は飯島何がしっていう人が仕切ってました。多分その方が、総理には見せずに、送り主を見て、またまのとんでもねえって言うんで送り返してきたんでしょう。あ、そうだね、3分ですぐ過ぎました。ということで、風刺っていうものが、権力が一番嫌がる表現だと思うんですね。要するに茶化されるっていうのは彼ら理屈でやれないもんですから、だから風刺を封殺するっていう動きが出てきてるということで、後でまたお話ししたいと思います。どうもありがとうございました。今回の人質騒動についてですね、政府が言うように国民の命は尊いし、もう一つはテロに屈してはならない。私も全く同感です。ならば我々キリスト教とイスラム教の歴史的な争いにですね、そもそも無縁な存在ですから、放っておくのが一番いい手でありまして、そうすればテロにも合わないし国民の命も脅かされないで、あるにもかかわらずああいう刺激的な発言をしたことはやはり批判されるべきだと思います。政治家の言動ですから批判されてしかるべき。ところがその批判を何人かの方が口にした途端に、いわばですよ、黙れ非国民、敵を利するのかという話ですよね。それがもう一つは、政府当局から報道陣に公平な報道をするように、これその意味は政府を批判しないように、これってどう考えても日本国憲法が想定する社会ではないと思います。で、あるからして、これギャグみたいになっちゃいましたけども、まだ天野先生が後でギャグになっちゃいますけども、自由と民主主義をもとにとして国を運営しようとしている政党の政権がすることではないと思います。でも私が心配するのは、そういうことについて自覚がなくてちょっと批判的な人に対してはヒステリックな反応をする、これがちょっと病的だなと本当に心配です。以上です。ですね、実はこの、報道、マスコミを中心にですね、自粛 しましょう、あるいは萎縮してしまうというこの状況っていうのは今始まったことではないというふうに私は思っています。私はもともとは別に言論人じゃなくて普通の官僚だったわけですけれども、官僚を辞めた以降ですね、今までもたびたびいろんな、なんて言うんでしょう、圧力とか迫害とかですね、そういうふうに、自分なりに感じたことっていうのは何回もあります。で、最初辞めて、東京電力の破綻処理というのを、多分日本で一番早く唱えた人間ですけれども、それ以降はですね、いろいろ動物の死体を玄関に置かれたりとかですね、そんなこともありましたし、それに対して、警察が気をつけてくださいと言って、いろいろアドバイスをしに来てくれると、電車乗っちゃダメですよとか、そんな話もいろいろされたりしてきました。で、今回ですね、またこの間なんか私が報道ステーションで I am not Abe って言ったのがなんか、いけなかったと思う人がいるらしくてですね、つい数日前にも神奈川県警の方から2人の巡査部長が来られまして、小屋さん危ないから警備を強化させていただきますと、警備って言っても、夜パトカーとかでずっとこう待ってくださるんですけどね、そういう話で、もうとにかくどんな些細なことでもいいから、おかしいなと思うことがあったらすぐに電話をしてくれというふうに言われています。で、そういうことはですね、ずっと続いてはいるんですね。ただ私やっぱり そういう意味では非常に敏感にいろんなことを感じているわけですけれども、
今はですね、相当危機的な状況に至っていると、今までの中でもですね。で、まあ、これあのツイート、私のツイッターっていうのを時々見ていただけると、ありがたいんですけれども、12月2日に一度、こういうつぶやきをしています。その、まあ、報道の自由が失われていくということについて 3段階あるという意味でですね、1、ホップ、報道への自由への抑圧で、2、ステップ、報道機関自身が自ら体制に、まあ、迎合、そして3のジャンプ、選挙による独裁政権の誕生で、今はステップの段階まで来ていますねと。つまり最初はですね、政権の側からいろいろ圧力をかけたりするわけですね。それはもう日常的に行われています。まあ、それでそれをですね、年中やっているうちにですね、どうなっちゃうかというと、まあ、これは抑圧だけじゃなくて懐柔っていうのもあるわけですね。例えば今これから軽減税率の議論がされますけれども、新聞社としてはぜひ軽減税率の、まあ、適用対象にしてもらいたいというようなこともありますし、そういう、まあ、飴と鞭でやっていくわけですが、これは単純にですね、まあ、これ多分皆さんの方が詳しいと思うんですが、私が見たり聞いたりしている話では、その一個一個、例えば政権がですね、これをああいうふうに言えとかですね、これを言うなとかっていうことを いちいち言ってくるわけじゃないわけですね。でも時々なんか言ったことに対して、例えば記者クラブのいつも仲良くしている人同士でですね、まあ、官僚と記者の間で、あれ何と、君んとこなんであんな記事書くのとか、なんであんな放送になるのっていう話があるとかですね。でそういうことをやり取りしながら、時々でもガーンと来ると、まあ、放送局に放送終わった後に官邸から電話がかかってくるというようなことが起きるとですね、それに対して対応しなくちゃいけない。でこれは記者の人から見ると めちゃくちゃ面倒くさいことなんですね。その、要するに日々皆さんはその日起きたことをちゃんと、ニュースにしなくちゃいけないということで記事を書かれるわけですけど、その時に昨日のあの記事は何だったんだとか、昨日のあの放送は何だったんだ、官邸から言ってきたけど、なんて返事したらいいのかなんていうことをいちいちやられたらですね、もう面倒くさくてしょうがない、仕事にならないわけですよ。でそうすると、まあ今日は本当はこういうふうに書いた方がいいかもしれないけど、まあ、ちょっとこう自粛しとくかとか、ね、そういうのがもういろんなレベルで積み重なっていくとですね、第2段階になるんですね。報道機関自身が別に政権が何か言わなくてもですね、その、まあ、自ら体制に迎合していったり、あるいは、自粛するというのが第2段階で、今私が見ている限り非常にその段階がもうこう、まあ、蔓延してきているというか、そういう状況じゃないかなと。そうすると国民にですね、正しい情報が全く行き渡らなくなると、まあ、なりつつあるというふうに思うんですけれども、そしたら、どんなに賢明なその国民でもですね、日々の正しい情報を得られなければですね、間違った判断をしてしまうということは十分あり得るわけで、で最後の段階が選挙という最も民主的な手続きで独裁政権が生まれてくるという、そういうパラドックスが生じるというふうに思ってまして、それはまあホップステップジャンプというツイートをしたんですが、今は明らかにステップの段階に来てるなと。ただ、先ほど今井さんも言いましたけれども、非常に嬉しいなと思っているのは、そういう中でもですね、大手の新聞社やあるいは、テレビ局の方々の中にですね、名前を出してくれと。で今いろいろ問い合わせが来ている方もまだいます。キー局のですね、大きな番組のプロデューサーとかディレクターも名前を出そうというようなことをおっしゃっている方もいらっしゃいますので、まあ、やっぱりそこまで危機を感じている、まあ、私なんかフリーですから、特にそれで、まあ、仕事はなくなるということはありますけれども、別にクビになるということはないので、もともとクビみたいなものですから、でも大きな会社で働いている人は普通にやってればですね、これから10年20年、まあ、安定した生活が約束されているというものに対して、ものすごくこうリスクを取ってまでですね、名前を出そうかというふうに悩んでおられる。で実際にそうやって名前を出したいと言ってこられるっていうのは、これは非常に私は勇気づけられることだと思いますし、それを、まあ、こういう形でですねやることによって、まあ、こんなことやったって意味ないよっていう方も、多いかもしれませんが、私は確実に
そういう方々へのですね、なんていうか、まあ、激励というか、それをまた受けた人たちがですね、頑張ろうという気になれるんじゃないかなというふうに思って、こういうことを、まあ、ぜひやってほしいと思っていたら、まあ、相田さん、今井さんたちがですね、まあ、それをですね、コーディネートしていただいて、まあ、今日に来たということですから、まあ、これはあの第一歩だと思ってます。もう圧倒的に今政権の方が強いですし、政権のそのメディアコントロールの技術っていうのは、まあ、私官僚でしたから非常によくわかるんですけれども、格段にレベルアップしているんですね。そうするとそれに 対して、まあ、対抗するというのは変ですけれども、その勢いをですね、そのまま放置しておくというのは非常に危険なんですが、それを止めて少しでも正しい情報、まあ、あるいはあのカウンターバランスになるような情報というのがですね、まあ、流通していくためにはですね、相当あの我々の方もですね、しっかりと、まあ、覚悟もそうなんですけど、覚悟だけじゃなくてですね、知恵を出して、まあ、戦っていかなきゃいけないなと。さん、一旦マイクを行くさんに、はいはい、じゃあすみません、長くなりましたけど、そういう思いで、また、はいはい、よろしくお願いします。天宮佳林です。まあ、あの先ほど今井さんが紹介された NHK のディレクターの方 あのメールにあったように、やっぱりこの事件を口実にして、戦争できる国になろうとしてるんじゃないかっていうようなことを私は一番懸念していて、その時に本当に今声がなかなか上げづらい、上げてしまったらこの危機に対して日本が一つにならなきゃいけない時にという形で、本当に非国民だとか、売国奴だとか国賊みたいな言われ方をして、まあ、それは去年の夏の朝日新聞 の慰安婦の、問題の頃からすごく非国民とか国賊、売国奴という言葉がなんか当たり前に流通するようになってきて、その上でさらに今回の事件があって、本当にもうこれほど大きなことで、みんな ある意味言葉を失っているような状況で呆然自失している中で、いろんな法整備が進められようとしているんじゃないかっていうのを、ね、とっても危惧しているので、その呆然自失で言えないっていうことと、あと本当にそれを言ってしまう、政権批判をしてしまうことによって、バッシングされるっていうことが続いていくと、なかなか声を上げていくことができなくなっていくと思うので、まあ、それはとっても危惧しているんですけれども、まあ、もう一方で私自身も2回イラクには行ってるんですね。イラク戦争前、99年と2003年なんですけれども、まあ、その時のイラクの人たちのものすごく親日的な状況という、親日的な、こっちがびっくりするぐらいに日本大好きみたいな、そういう方がとっても多くてびっくりして、それはやっぱり戦争しない国っていうのとか、軍隊がないとか、そういうところで信頼されているというのをとても感じたので、それがイラク戦争があって、それに対して当時の小泉政権が支持を表明して、それから12年間イラクで一体どんなことがあったのかっていうことを、日本のメディアも政府も日本の人たちも考えてきたのかっていうことも、もう一度問い返さなくちゃいけないと思っているんですけれども、なんかそういう作業もなかなかできなくなるというか、政権批判をしちゃダメっていうことはやっぱり当時自民党政権なので、そういうイラク戦争の検証、なぜイスラム国 IS が生まれたのかっていうことの検証こそがとっても必要なことだと思うんですけれども、そういうことも、なかなかできないような空気になっていて、とにかくなんかもうモンスター で日本はその脅威があるんだから、なんとか自国民を守るんだ、自衛隊を海外出すんだみたいな、そういうすごく短絡的な議論になりそうで、そういうことに対してもうとにかく一つ一つ監視して、言論人なり表現人なりメディアの人たちが声を上げていくということ の重要性を今すごく一番ぐらいに、今まで生きていて一番ぐらいに、痛感しているので、賛同させていただきました。以上です。おしどりまこと申します。吉本クリエイティブエージェンシーで漫才をしつつ、原発事故の後取材を始めています。で、まあ、吉本に所属していながらここに座るというのはちょっとこんなに大掛かりなことになると思っていなかったので、また後で怒られるんだろうなと思いながらちょっとビクビクしております。
で、まあ、原発事故の取材をし始めてからいろいろ仕事がなくなっていて、でもロケの前日になくなったり、事後予告におしどりが載っているのに載らなかったり、まあ、そういうことが多々あったんですが、原発事故だけではなく今この状況というのは本当にものすごく怖くてここに座っています。今年の1月の話をします。まあ、私はそう芸人と取材をしているので、割と比較的お客さんに近い立場というか、あの世の中のことをキャッチしているのではないかと思います。先月岐阜に仕事に行った時にお客さんに聞いた話です。被爆関連のイベントというのはなかなか公民館を借りれないんですけど、今なんと平和展というイベントが公民館が借りられなかったと聞きました。平和という言葉は左翼的用語で政治的思想を含むので、平和展で公民館が借りられなかったと。で、あともう一件、これも先月の話ですが、東京の公立の小学校の話です。小学校6年生の男の子が卒業文集に大きくなったら一生懸命勉強して国会議員になりたいと、で集団的自衛権の容認や、武器輸出三原則が消されたことなどを言及して、大きくなったら国会議員になって平和な国を作りたいという作文を書いたのですが、公立の小学校の先生からその作文は政治的批判を含むので卒業文集には載せられない、書き直せと言われました。これも先月のことです。なのでさっき古賀さんが、まあ、ホップステップジャンプのステップの段階とおっしゃってたんですけど、もう本当に生活圏にまでいろんな自粛性が働いてるんではないかと思います。で、岐阜の話も平和の前に積極的をつけたら借りられたんじゃないかとか、小学生の作文も安倍首相みたいに立派な大臣になりたい、首相になりたいと書いたら卒業文書に載ったんじゃないかと、そういうふうに話しておられたのが印象的でした。でこの、会見をご覧の方、そしてこの記事をご覧になった方々、今日おられる方々に少しでもこのことをお伝えしたくて、少しでもこの空気を、お伝えしたくて座っています。以上です。お一人です。ありがとうございました。あの最後に、あの若いジャーナリストもと思って、最近あの例のスコットランドがあの独立するかどうかの住民投票がありました、世界的に有名でありましたけど、その主題なんかに一月ほど向こうに滞在しながらいた大柴健太郎君。どうもありがとうございます。紹介ありがとうございます。大柴健太郎と申します。今あのご紹介ありましたようにスコットランドの住民投票ですとか、来週ですね行われる、与那国の住民投票ですとか、そういった直接民主主義を今、調べて書いて書かせていただいているところです。今回はですね、あのまあ、このことに興味があって、で、事務局の仕事ということでですね、あの大量の、賛同人や、支持をしたいという、一般の人からの、方の、メールをいただいて、それを、読ませていただいてます。本当にですね、あの多くの、 その一般の人たち、主婦の方ですとか、会社員の方ですとかが本当に、この会のことをすごく、期待というか、でしかもそれがとても重要なことだと思っ、そういう思いがですねすごく伝わってきています。で、その中にですね、やはりその、まあ、僕もその、まあ、Facebook と SNS でもその投稿するんですけど、その中でこう普通のというか友達からもやはりそれはあのそれこそ国のためにならない、そのテロリストのためになってしまうようなことがこう言われるんですね。そういうことがその、言論人だけではなく、その一般の、発言の中でもその周りから、影響、周りのその風当たりの強さを感じている。それがそもそも、だからこそですね、あの、言論人やその表現者や報道陣の人たちが、積極的にですね、あの積極的にというか、周りのその、環境というか、に、屈しないというか、こうせずにですね、あの、表現をしていくということがすごく大事なんじゃないかと、事務所の、仕事でも、思いました。以上です。